今年は何の波乱もなくこの俺高橋俊が間違いなく優勝します。ここでタイムアウト。そしてある人間を大阪城のチャレンジャーとして締めさせてもらいますよ。この大会は高橋ひろぶのための大会だよ。出場選手の皆さん、この俺高橋ひろぶのことを楽しませてください。ベストオブザスーパージュニア。